現在担当されている業務について教えてください。はい、京都府では木材生産や森林整備のための基盤としての林道の建設をしています。担当している主な業務は林道建設に伴う計画や設計積算、入札の業務、工事の現場監督、地元説明などです。測量機器を用いて現地調査をしたり、工事現場では工事の受注者と工程や施工について打ち合わせをするなど、現場に出る機会が多いのも特徴です。職場では CAD を用いて図面を作成したり、入札や契約の業務、現地調査の取りまとめなど、林道工事を進めるための業務をしています。今後の目標を教えてください。はい、現在担当している林道建設工事においても幅広く技術的な知識が要求されます。例えば施工管理一つとってみても、土工やコンクリートの品質管理、施工の安全管理や環境対策など、さまざまな技術が関係しています。基準や法令に沿って設計するだけでなく、工事を行う受注者へ説明する場面もあります。そのため現在持っている知識に満足することなく、常に技術力の向上を目指して自己検査していきたいと思っています。京都府職員を志望した動機、きっかけについて教えてください。はい、私は生まれも育ちも京都府なので、その京都府で働きたいという思いがありました。また大学では森林林業について学んだので、学んだことを活かせる仕事がしたいというのが志望した大きな理由です。特に京都府は北山林業を代表とする林業地があり、森林が二酸化炭素の吸収源として認められた京都議定書の発行された地であることなど、森林林業の話題の多い地域であることも後押しになりました。また近年では集中豪雨による山地災害の増加や野生鳥獣被害の増加など、森林林業を取り巻く問題も多く、これからも森林林業行政が府民の安心安全にとって重要な位置づけであることも理由の一つです。では最後に受験生に向けてメッセージをお願いします。はい、森林林業の分野は幅広く業務も多岐にわたっています。自分の専攻や好きな分野に限らず、幅広い視野で受験のための準備をしてください。面接では京都府に対する熱い思いをぶつけてください。受験をするにあたって不安になることもあると思いますが、自分を信じて前向きに努力することが重要だと思います。前向きに行動することは入庁してからも必要な資質だと思いますので、頑張ってください。